やはり驚いたというか、やっぱり特筆すべきは石丸伸二候補の当初ですね、立候補表明した5月末ぐらいからですね、の当初の世論調査というか、まあ、7-8% ぐらい取ればっていうところが結果として 25% ぐらいの得票を得たこと、160万票も票を取ったことについては、これはもう大きく時代が変わってきてるんだなということをすごく実感しております。時代が変わってるというのはやっぱりテレビからネットでということで、インターネットでの影響っていうんですかね、それがすごく得票数に影響してくるんだな、まあ、特に若い世代が石丸伸二さんに投票したっていう出口調査の分析を見てる限りではそういうのをすごく感じました。で、まあ、昨日の夜ですね、明確に石丸伸二さんに対しては、まあ、宣戦布告をするという形で私は動画を上げましたが、まあ、昨日の私本当に昨日のね、YouTube で言ってる通りですね、石丸さんという人に対しては全く YouTube の再生数がすごい上がってる人でっていう知識しかなくて、まあ、あんまり興味がなかったんですね。やっぱ田舎のおじいちゃんおばあちゃん市議会議員を特にいじめてる、地方新聞をいじめてる人っていうか、まあ、批判してる人というイメージで、まあ、そういうのって世の中の人好きなんだな、だから再生数回ってるんだなっていう認識ぐらいだったんですが、まあ、まさに3日前、選挙特番のまあ解説というかコメンテーターをさせていただいた時に、まあ、初めて石丸伸二さんの喋ってる、もうほぼ初めてに近いぐらいですね。で、という関心があって、メディアに対してこういう対応するのはどうなんだろうとすごく疑問を感じまして、ただどっちが悪いのかって言ったら、その片岡君が書いてるツイッターで書いてたんですけど、どっちも悪いんですよこれ。テレビ局も悪いし石丸さんも悪いと僕は普通に思います。テレビに出るならばちゃんとテレビを見てる世代の人に分かりやすく答えるっていうのが、それはその 世代が明らかに違うわけなんで、そういう対応をすれば分からない人に説明をするような人であってほしいとは思いましたし、素直にあれだけの得票を取ったことは普通に喜べばいいでしょうし、難しい言い方をするんじゃなくて、国政政党を作るんだったら作るということも選択し、まあ別に前向きに進めていくとかそういうコメントをすればいいと思ったんですが、まあ、ちょっといわゆるひねくれてるような感じでですね、否定はしないしない、具体的には考えていないというような、まあ政治家としては本当に歯切れの悪い感じであったでですね、で僕自身はやっぱり過去の、まあ、2つの裁判の判決文を精査しましたと。やってることがもう間違いなく大津彩香と思いっきり一緒なんですね。もう丸かぶりしてることにちょっとびっくりしまして、まあ、これまでもその石丸さんは選挙ポスター代金払ってないっていう情報であったりとか、名誉毀損で石丸さんが負けてるというような情報があったんですが、今回まあこういうことがあったので初めてこう判決も取り寄せるなどしてですね、この事件2つ調べたんですが、まあ石丸さん悪いですね。これはもうまずポスターに関しては、200数十枚のポスターに対して、まあ枚数に対して当然30万円もの公費があれば公費負担で十分普通に賄えるんですが、それを100万円超えるポスターをまあ発注したということが、これは最高裁によって認められてるということなんですね。でもうちょっと分かりやすく言えば、分かりやすくて、まあ、具体的に説明していくと、やはり彼の発注が遅れたことだけではなくですね、相当やり直しっていうものが入ったと、いわゆる神経質なんでしょうね。あ、この表情がおかしいから写真差し替えてくれとか、この色が微妙だとか、そういうことがあったんだと思います。いずれにしてもその業者側が請求している100万円を超えるポスター1枚4000円ぐらいですよね。要は見たら分かるんですけど、もう縦長 の石丸伸二写真入っても、もうそこら辺にあるようなポスターが1枚4000円かかってると。でもそれは1枚4000円って高いって感じるんですけど、いわゆる業務を委託するプロセスが非常に問題があったんだろうという、まあ問題があったということで、裁判所は石丸さんの言うことを一切聞かずにポスター業者の
主張を全部認めた。これは今あの大津彩香とネット選挙が戦ってる裁判とほぼ同じですね。大津側は今はもうあの発注してないそういうところについては主に言ってなくて、ポスター代が高いと言ってきてるんですね。で一方で自分はあの公費負担で自分が探した業者には40、50万近くの公費ギリギリの支払いをさせてると、もうやってること言ってることが大津彩香そっくりで、まずポスターについてはそういうことです。その、裁判所が最高裁まで認めているので、業者さんが100万円を超える請求をしたことは妥当であるということなんです。中身を相当チェックした上で、決してその業者の請求はいわゆる 不当なものではないと。おそらくそれに関しては石丸さん側が出しているメールの最初の部分しか出してないと思われます。業者と石丸さんのやり取りを全部出せば当然裁判に石丸さんが負けてるわけですから、最初は公費負担でってお願いした中からいろいろな発注あの注文をしていった、その注文していく中で途中で公費では賄えることができませんというものが業者から入って、でもそれでも構いませんというようなやり取りがおそらくあったとしか思えない判決文と。しかも高等裁判所でこういう事実審が通常は終わるので、最高裁判所に上告するような案件では通常ありません。あのポスターの代金について妥当かということについては、物事のこういう業務委託教育契約になるのかな、どちらにしても過去にたくさんの判例があるわけで、憲法審査をするであるとか過去に重大なこれに関する判例がないっていうレベルじゃないものまで上告していることについて、いわゆる世間で言われているクレーマーですね、モンスタークレーマーと言われても私は仕方がないぐらい駄々をこねる人だなっていうのはまずこのポスターで感じました。でもう一件の方はもっと悪質で、市長に就任した4年前の秋ぐらいに山根さんという女性の市議会議員を、まあ、多分市長室に呼んだのかもちょっと場所は分かりませんが、協議会があってですね、そこで、恫喝してるわけではない、その市議会議員の方から恫喝されてっていうことをネット上で公開したことが、この山根さんという女性議員の名誉を傷つけたという裁判が繰り広げ、まあ、高等裁判所で判決があって、まあ、市側が負けた、市議会側が勝ったと。でこれに対しても最初は録音がないと思ってたんでしょうね、あの石丸さんの方は。でも裁判の記録を見る限り、この山根市議会議員の方の録音、どういうやり取りがあったのかっていうの録音が出てきてですね、その録音を聞いた上で、一審の広島地裁、二審の広島高等裁判所がそれぞれ、損害賠償金、いわゆる名誉毀損だと、事実じゃないことを事実としてねじ曲げて、もしくは石丸さん自身が恐喝された、脅迫されたと感じたから恐喝されたんだと、これはもうどっかで聞いたことですよ、まあ、これも大津さんと一緒なんですよ。裁判するっていうことが彼女にとったら威迫になる。でも通常それは裁判するっていうのは、通常一般人からすると別に裁判するっていうのは恫喝でも威迫でも何でもないと。ただこの石丸さんっていう人はその市議会議員の人から呼び出しっていうか意見を受けたらそれが威迫や恫喝、あの脅迫だというふうに感じる人ということで、この2件の裁判を見てる限り大津彩香さんと石丸伸二さんは同じような考えを持つ人物だなっていうのをすごく私自身感じましたので、このまま彼が力を持つっていうのは違うと、当然テレビや新聞と戦ってるっていう意味では同意できるんですが、全くそのないものを作り出したりとか、どう考えてもその人としての常識を超えたわがままを言ってるように私には感じるので、ここはしっかりと徹底的に組むとかじゃなくて批判をちゃんと、我々は事実をもとに批判をしていくということでやっていきたいなと思っています。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我が独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、グリーンラジオカーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、何がないのお客にせ、多分ないんだ。
お父さんはめっちゃ痛くてしいよ。痛くないよ。もうこりぼりよ。一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く NHK をテッカー。